さあ、こちらのパネルにはですね、往年のハリウッドスターの、顔が並んでおります。まあ、ここに実は並んでる顔というのはごくごく一部です。ハリウッドスターとか、いわゆるそういうその芸術家という人たちというのは精神医学の標的になりやすいです。なぜならば、新しいものをどん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 作り出す能力なんですよ。彼らはそれを非常に嫌います。なぜかというと、自分たちはそれをストップしてた。新たなものが勝手に生まれてくるような環境を彼らは好まないんです。ですから彼らに上手に忍び寄ってって、そして、まあ、大体多いのは最初は薬物ですよね。いやよく例えば、まあ、やっぱハリウッドスターとかそういったもかなり過酷な仕事を強いられたりするわけですよ。夜3時に撮影しますよとか、その寝られないとかなった時に薬をじゃあ飲んだらとか、そういったところから始まったりするんですけども、まあ、本当にそういう状況の中でどん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 入り込んでいくと。で、例えばスターたちを不安にさせればいいんです。最近あんまり良くないねとか、最近街の噂知ってるとか、お前のなんか噂は最近あんま良くねえぞとかって言われただけで本当にちょっと不安になっちゃうんですよ。そうするとその不安を解消するために薬が入ってしまう。こんな形でもってこういった素晴らしい才能と言われているものがどん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 奪われていくと。で、本当にこの、まあね、僕なんか本当に小さい頃に彼女の、なんていうんですか、オズの魔法使いのね、あれを見た時、わっか綺麗な人だなと思ったんですけど、まさか精神病院で精神薬の過剰摂取で死んでると思いませんでしたし、まあ、有名どころだとマリリン・モンローとかね、いろいろなこう、まあ、スキャンダルとかそういったことあったんですよ。最終的にやっぱりそこで死んでると。何よりもその例えばヘミングウェイとかこういった人たちまで実は、まあ、精神科 の、 まあ、標的だったんだというふうに思うとですね、本当に、大事な才能、大事なその我々 の、 そのクリエイティビティっていうんですかね、その想像力とかそういったものがどん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 奪われてるんだなっていうことが本当によくわかります。まあ、日本でもこれはまあたまたまの私ども本部はアメリカにありますので、ハリウッドのスターがメインになっていますけど、日本でもどうでしょう、たくさんの才能が精神医学によって実は奪われているという事実があります。最近だと例えばそうですね、まあ、才能って例えばね、伊丹十三さんとかね、あるいはウクレレ漫才やってたさ、牧伸二さんとかしてご存知、ああいう人としてはね、まあ、そういう結構芸能系の人も本当多いし、それからまあ最近ね、復活は最近遂げましたけどね、一時すごい苦しんだ華原朋美さんとかね、本当に薬漬けにされて大変だったと。よく元彼女なんかも死なずに戻ってきたなというのが私の本音のところなんですけど、日本でも本当にこの芸事の世界、芸術あるいはアートの世界に精神医学というのは入り込み、そして大事な才能、私たちがゼロを1にする才能を奪っていきます。ゼロ、誰かがゼロを1にしないと物事って始まらないんですよ。彼らはそれ知ってます。だから徹底的にそこを攻撃していくんですね。ですから、そういった芸術家の関係の方とかがやっぱり近くにいらっしゃったら、ぜひ教えて差し上げていただきたいと、このように思います。はい、まあ、ぜひね、この辺にある顔のね、覚えておいていただければなと思います。